はい、どうも、くまさんです。今日のニュースはこちら。原発復活。まさかの原子力発電所復活というお話でございます。はい、小泉一族、太陽光発電で大儲けしようとしていた小泉一族、ざまあみやがれというニュースでございます。まあですね、このニュースですね、実はね、手放しではですね、あんま喜んではいけないニュースかもしれないんだけれども、でもですね、世界ではいろんなことがございます。当然ですね、日本の力が及ばない出来事がですね、ほどあるわけでございます。であるならばですね、その出来事をですね、日本に対してのメリットに変えていくとね、日本に関してのメリットに変えていくと、こういう考え方の動きが大事なんだけれども、これまさにそうなのよ。はい、これね、日本ではですね、これ原発が復活する可能性が極めて高くなってまいりました。これね、なんとね、なぜこんなことになったかというと、なんとですね、これね、ロシアがウクライナを攻めたからっていうですね、なんとも手放しでは喜べない状況があるんだけれども、でもですね、これはね、日本がね、これどうしようもない問題でございますから、この状況をですね、日本にとってのメリットにいかにして変えていくか、この考え方が大事なんでね、この考え方に基づいて今日お話しさせていただきますわ、という形ですね。うん。ほんでですね、今ね、日本のエネルギー事情というとですね、こういうアホのですね、小泉一族がですね、太陽光発電だ、日本中に太陽光パネルを敷き詰めて、太陽光発電だけでですね、日本のエネルギーを賄っちゃうんだ、とかですね、もうむちゃくちゃ言ってたでしょ。で、ね、この間ね、動画を作った通りですね、太陽光発電でですね、もう日本の環境とかですね、もうむちゃくちゃにしちゃいますから、やべえ、これはやべえと、こんなもん中止にできんという話になってきてるでしょ。よしという状況なんだけど、じゃあどうすんのというところなんだけど、これね、天然ガスね、これで液化天然ガスとかですね、LNG とか呼ばれるものとかだったりもするんだけど、天然ガスを中心にですね、じゃあ日本のエネルギーを回していこうじゃないか、みたいな話になりかけていたんですね。天然ガスというのはですね、化石燃料と比べて排出する CO2 が極端に少ないんで、じゃあ天然ガスだという形になっていたんですけれども、はい、天然ガス、価格、2倍になっちゃいそう。天然ガスのですね、価格がですね、超高騰してしまいそうなんですよ。これね、昨日ね、なんで高騰するのかっていうのがですね、昨日ね、僕ね、ちょっとね、動画の中でもちょこっと言ったんだけど、ドイツでございますね。ロシアがですね、ウクライナを攻めたでしょ。であるならばですね、世界中が今ですね、このロシアけしからんからですね、それぞれ制裁をするんだということでですね、イギリスとかアメリカとかドイツがですね、ロシアに対する制裁を発表していたんだけれども、まあ日本もですね、一応ロシアに対する制裁を発表したんだけど、まあね、うんこのような弱さ、もうね、弱すぎてここで取り上げる意味もないわというくらい弱かったんだけど、ドイツの制裁がですね、結構えげつなかったんですよね。昨日僕もちょっとびっくりしたし、有識者の方もみんなびっくりしたし、なんならプーチンもガチでびっくりしたんじゃない？プーチンもね、多分ね、ドイツの制裁に一番びっくりしたと思いますよ。はい、これですね、有名インフルエンサー、ちょっとエッチな有名インフルエンサー、メイさんですね。メイさんがですね、取り上げてくれてますけれども、はい。イギリスのですね、ボリス首相はですね、ドイツのノルドストリーム2の承認停止。ね、これノルドストリーム2の承認停止。これの、これがね、でかいんですよ。ノルドストリーム2っていうのはですね、ロシアからドイツに対して、天然ガスを供給するためのパイプラインなんですよね。つまりですね、ドイツがロシアから天然ガスを買うためのパイプラインなんだよ。で、ね、このパイプラインをですね、なんとドイツがね、停止をすると、あんなウクライナを侵略するようなですね、ロシアからはですね、天然ガスなんか買うもんかということで、このね、ノルドストリーム2の承認をですね、停止したんですよ。これはなかなかの大事件よ。この世界中がびっくりしたんじゃない？これね、ロシアに対してはですね、これね、売ろうと思っていたですね、天然ガスが売れなくなってしまうわけですから、まあ、金銭的な損害もあるんだけれども、これね、ドイツもやべえんだよ。ドイツもね、結構ね、エネルギー問題があってですね、まあ、ドイツだけじゃなくて、欧州全体がやばいんだけどね。ちょっと前にですね、これニュース上がったの皆さんご存知です。どこだっけ？これね、今日本からですね、ヨーロッパに対して、天然ガスね、液化天然ガスをですね、融通するなんていうことやってるじゃないですか。ね。日本がですね、一旦買い取った天然ガスをですね、ヨーロッパにですね、融通してあげる、渡してあげる、輸出してあげるというような状況になっていて、こんなことをしないとやばいくらいですね、ヨーロッパってね、エネルギー足りてないんですよ。エネルギー足りてないの。だからですね、このドイツがね、これね、天然ガスをですね、これ断るなんてね、俺、その夢にも思ってなかったよね、ロシア。で、これをですね、ドイツがやっちゃったせいで、結果何が起こるのか、天然ガスの価格が倍増するんですよ。ね、要するにですね、これね、ロシアから安い天然ガスをですね、欧州がたくさん買ってですね、買えばですね、天然ガスの価格下がっていくんだけど、ロシアからのね、天然ガスをですね、完全に遮断しましたから、結果ですね、ガスの価格はですね、なんと2倍になると、これロシアの発表なんだけど、ロシアがですね、世界のガス価格が2倍になる可能性があるぞと脅迫したんですよね。したらね、これでね、イギリスがぶち切れまして、てめえが脅迫する必要ねえだろうとね、イギリスはですね、ガス供給をですね、ロシアに依存はしていないが、ロシア、お前のですね、不合理な侵略のせいでですね、ガスの価格がね、過去最高数字になる可能性があるんだよと。ね、わかります？ロシア、おめえのせいだよと。しかし、ロシアはですね、ドイツがね、この供給ラインを、パイプラインをね、止めたせいでですね、ガスの価格が2倍になるぞ。ドイツのせいだ、ヨーロッパのせいだって、お互いですね、責任のなすりつけ合いが始まっております。はい。これですもん、でもね、天然ガスの価格がですね、高騰するのは、
確定なんです。天然ガスの価格高騰するの確定なのね。この価格高騰がですね確定している中でですね、誰の責任かっていうのを今ね世界各国は言い始めているという状況でございますから、だからですね、そういう状況なんですよね。でですね、日本はさっき言った通りですね、ね、太陽光発電とか再生可能エネルギーが無理なんであれば、天然ガスだと言っていたんだけれども、その天然ガスの価格がなんと2倍になっちゃうと、結果的にですね、電気代、我々の電気代にもですね大ダメージですよ。こんなのね、日本がね承認するわけにはいかないんですよ。となったらあと何が残ってる？原子力発電所です。ね、あとはですね、もう原発に頼るしかないという状況がですね、出来上がりつつあるんですよ。ね、ね。ざまあ見やがれ、小泉一族の太陽光発電で大儲けしようとしたその目論みが外れたこの小泉一族。そしてですね、あの、左派のマスコミなんかもですね、これね、なんだろう、原発反対とかみんな言ってたでしょ、言ってたでしょ。でね、これマスコミなんかはですね、これね、小賀茂明とかはですね、こうね、前面に立ってですね、本当にいいのかとね、小泉らこの5人がですね、欧州に対してですね、太陽光発電をやるんだと、原発なんかやるんじゃないとかいうわけのわからん手紙を送ったでしょ。あれは正しい行動だったんじゃないのかとかね、マスコミがですね、結構言ってたんですよ。そのマスコミ、今完全に沈黙しています。まあそもそもね、マスコミね、やっぱりおかしくってですね、あのマスコミがですね、これね、原発に反対する理由っていうのはですね、これね、原子力発電ってあんな事故を起こしたんだから危ないじゃないかとか言ってんだけど、今はですね、小型の原子炉なんていうものがあるんでございますね。この小型の原子炉を使えばですね、これね、メルトダウンの心配がないんです。安全性どんどん高まってきてるんです。小型の原子炉を中心にですね、新しい原子力発電所をですね、どんどん建てていけばいいんです。そしたらですね、また別のこと言うんですよね。そしたらですね、ね、なんかね、中国とか北朝鮮がですね、このミサイルをバンバン撃っていると、こんな状況でですね、原子力発電所がミサイルに狙われたらどうするんだとか言っていたんだけれども、ちょっと前までこの左派の奴らっていうのはですね、僕たちね、保守派がですね、やっぱりね、これ北朝鮮とか中国のミサイルがやばいから、日本の防衛力を高めるために防衛費を2倍にしなければならないとか僕たち言ってたじゃないですか。そしたらですね、どこの国が攻めてくるの？で、どこの国がロケット撃ってくるのとか言っていたくせにですね、原発の問題になるとですね、北朝鮮とか中国がですね、ミサイルを撃ってきたらどうするんだとか言うんですよね。あれ、何そのダブルスタンダード、あんたたちの言う通りだったらですね、北朝鮮も中国もですね、ミサイル撃ってこないというはずじゃなかったっけ。でも原発を達成したくはないために、北朝鮮のミサイルがですね、原子力発電所に降り注いだらですね、日本終わりだとか、いやちょっと待って、もう俺あんたたちの言ってることが全然わからない、もうそういうことを避けるためにですね、僕たち防衛費を2倍にしようと言ってるんだけれども、それには反対なんでしょ、で原子力発電所にも反対なの、もう俺お前らの言ってること全然わかりませんって、そんな話なんだよね。だからね、無視をすればいいんです、無視をすればいいんです、ということですね、これね、外圧ね、日本はですね、これね、外圧によってしかですね、悲しいことに変われません。特に岸田政権みたいな腰抜け政権ではですね、外圧によってしか変われないんだけれども、これね、世界の情勢がですね、世界の情勢がですね、これはもう原発しかないという状況にね、なってきているというですね、素敵なニュース、ちょっと読んでいきましょうか。いきますね。日本の電気料金が上がって、まさか原発復活が再浮上するかもしれない。はい、マスコミ悲鳴、マスコミ悲鳴でございます。いきますよ。はい、ウクライナ問題と天然ガス問題の真相と、はい、ウクライナをめぐるロシアと欧米諸国の対立が激化する中で、天然ガスの問題が大きくクローズアップされており、地政学リスクが色濃く反映される事態にもなっていると。はい、で天然ガス価格がですね高騰する欧州では、ロシア産天然ガスの依存度の高さが弱みになっているとの論調が高まっていて、ロシア産天然ガスの恩恵を最も受けているドイツでさえもですね、ロシアが天然ガスを武器化していると危惧する声が出ていると。わかりますよね。ヨーロッパはね、もう天然ガスがないとね回らんぞとか言ってるんだけど、その中でも一番ね天然ガスが必要としているのはドイツなんですよ。そのドイツがですね、ノルドストリーム2をですね停止するっていう、これは本当ね、ガチでね、プーチンもびっくりしたんじゃないのかな。プーチンもびっくりしただろうし、日本のマスコミとかですね、小泉一家もびっくりしたんじゃないのかな。本当ですね、これは何を意味しているかといえば、世界のエネルギー情勢に大変化がもたらされようとしていることに他ならないと。これまで安定的なエネルギー源とされてきたですね、天然ガスが戦略物資になりつつあるんですとね。そしてこれはですね、実は日本にとっても由々しき事態であると。戦略物資はもともとは、戦争遂行に欠かせない、軍需物資という意味でした。だから1970年代の2度にわたる石油危機を経験した日本では、戦略物資といえば、経済全体の発展に不可欠な重要物資であり、地政学リスクが高いですね、中東地域からの輸入に大きく依存している原油のことだと理解をされています。1970年代の石油危機の教訓から、日本をはじめとする原油のですね、大消費国はですね、天然ガスへの燃料転換を図りました。天然ガスはですね、生産地域が偏在する、つまりですね、いろんなところで天然ガスが取れると。例えば日本が一番近いところとどこだ、サハリンかな、北方領土のちょっと上くらいのサハリンなんかでも取れるんですね。こういう地政学リスクのですね、影響を受けることなく安定供給が可能だと認識されていたからな
なんですね。そして気体である天然ガスはですね、気体である原油に比べて使い勝手が悪いことから、熱量単位で比較をした価格がですね、原油よりもですね、めちゃくちゃ安かったんですよ。だからね、天然ガスにどんどん傾いていってたんだけどね。うん。ほんでね、ロシアと欧州30年目の亀裂。だがですね、天然ガスは現在、原油をはるかに上回る価格で取引をされていると。ここからさらに2倍になりますからね。もう日本、天然ガスなんかを使ってですね、エネルギーを作るのはね、ちょっと無理なんじゃないのかなっていう感じになってくるんですよ。で、欧州を中心にですね、脱炭素の動きが急速に進んでいることが主な要因であると。はい、化石燃料の中で二酸化炭素の排出量が最も少ない天然ガスの需要がですね、急速に高まっていて、欧州で始まった天然ガス価格高騰の波はですね、世界全体に広がっております。はい、ロシア産の天然ガスが、ヨーロッパにですね、供給されるようになったのは、1970年代、冷戦の最中でした。西シベリアから約 5000km 離れた当時の西ドイツに天然ガスを供給する世界最長のパイプラインの名称はドルジバであったそうです。その名称が示す通りですね、天然ガスの供給者と需要者というですね、互恵的な関係を通じて、当時のソ連と西ヨーロッパの間にですね、信頼醸成が生まれたと言われております。一例を挙げればですね、1979年にソ連がアフガニスタンに侵攻して、1980年の、モスクワ五輪をですね、西側諸国がボイコットするというですね、緊迫した状況でも、西欧諸国はですね、ソ連産の天然ガスの依存度を下げることなくですね、ソ連も契約通りの天然ガスを供給しすぎたんです。ね、ソ連はね、プーチンはね、多分ね、今回もこういう状況になるだろうと思ってたんですよ。したらですね、なんとドイツがですね、断ってくるというですね、すごいことで行動に出ました。うん、このような歴史的な経緯から、パイプラインのですね、設備はですね、地域の安全保障に寄与して、冷戦終結をですね、導く要因の一つになった後の評価があるくらいです。ロシアからですね、網の目のように伸びるパイプラインは、冷戦終結後もですね、ヨーロッパに天然ガスを大量に、かつ安定的に供給してきましたが、足元の状況は様変わりしていると、冷戦終結から30年以上が経って、天然ガスの長期供給をベースに築かれていたロシアと欧州との信頼関係は、消滅してしまったのではないかと思えてならないと。うん。そしてですね、日本でも電気代が上がる。ここからは日本行きますよ。はい。昨年のですね、9月に完成をしたロシア産天然ガスをドイツに送る海底のパイプライン、ノルドストリーム2をですね、稼働させれば、欧州の天然ガス価格は確実に下がるのはずなのだが、ヨーロッパ側はですね、ノルドストリーム2の稼働の是非をですね、ウクライナ問題と関連づける姿勢を鮮明にしつつあると。そして昨日ですね、ついにですね、ドイツがこのノルドストリーム2をですね、承認しないと、もうロシアから天然ガスは買わないと、ついに言い切ったわけですね。天然ガスをですね、武器化させているのはむしろ欧州の方ではないだろうかと。はい、来てるよ来てるよ、おぱよがおぱよのマスミが来てるよ。はい、ヨーロッパのですね、求めに応じて日本が確保した LNG 液化天然ガスですねの一部をですね、融通するという異例の事態を見るにつけ、天然ガスは今や地政学リスクに大きく左右される戦略物資になってしまった感が強いと。この状況はですね、日本にとっても対岸の火事ではございません。東京電力の福島第一原子力発電所事故の影響で、電源構成に占める原子力の比率がわずかなものになってしまいまして、日本のですね、電力供給に占める天然ガスへの依存が高まっているんですよね。でもその天然ガスの価格がですね、2倍になるんだよ。もう原子力発電所を動かすしかないと思いますよ。うん、特段の支障が生じなかったことから、原子力なしでもやっていけるとの論調が一時は出ていたが、電力供給は年を追うごとに脆弱になって、今年の冬も綱渡りの状態だと。しかもですね、今ね、 EV だ、脱炭素で EV だ EV だとか言ってですね、電気自動車がですね、今いっぱい出てきてるわけですよ。であるならば、もっともっとこれから電力は必要になってくるんだけれどもね。だからですね、もうね、原子力発電所で、ね、動かしてしまえばいいんですよ。なぜかというとね、原子力発電所ってね、その危険性っていうのはですね、稼働してようが稼働してまいが、そこに原子力発電所はあるんだから、もうね、稼働してようが稼働してまいが、安全性とか危険性なんも変わらんですよ。一緒なんですよ。だったら稼働しちゃった方が絶対にいいんだよね。はい。世界的にですね、天然ガス価格が高騰しているため、今年の1月の電気料金は1996年以降でですね、最も高くなりました。内閣府によればですね、エネルギー関連品目の値上がりはですね、所得が低いほど負担感が増すというとね、インフレが日本を襲うと。コストプッシュ型の悪いインフレの悪影響は中間層にも及んでいてですね、多くの日本人が貧困化するとの懸念が生じております。電力価格のですね、安定化のためにはですね、天然ガスを必要としないですね、原子力の活用が有効でございます。東日本大震災以降ですね、日本では24基がですね、廃炉となってしまいまして、現存する原子力発電所は36基となりました。そのうちですね、新しい規制基準に関する審査の申請をしていない9基、新しい規制基準に基づく審査を受けている最中の10基を除くと17基になりますが、実際に運転している原子力発電所はですね、9基に過ぎないんですね。となったら残り8基も動かしてしまえばですね、エネルギー問題解決なんだよね。はい、日本のエネルギー政策最高が急務だ。はい、おっぱよおっぱよ、絶叫、ちょっとコーヒー飲もう。
はい、ここからですね、どうしても原子力発電所を動かしたくないですね。おっぱいが絶叫しますよ。はい、残る8機はですね、安全規制をクリアしたものの、地元の同意が得られないなどの理由で運転できない状況になっております。日本全体が貧困化してしまうリスクを回避するためには、運転可能な原子力発電所をできる限り早期に稼働させることも選択肢に入ってくるわけだが、もちろんそのためにはですね、これまでの原子力行政の見直しが不可欠になりますと。本当、まずは動かしちゃった方がいいんじゃないの。だって9機はすでに動いてるんでしょ。ねえ、はい、政府のですね、原子力推進政策をですね、民間企業が担うというですね、従来の国策民営の方式ではですね、原子力は怖いと感じるですね、多くの国民を納得させられないからなんですね。はい、原子力発電所のですね、運営は引き続き電力会社に委ねるとしてもですね、重大な事故が発生した場合の政府の責任と役割を明確させるなどの議論も必要だろう。あのね、こんな議論したところでですね、絶対にある意味日本政府は責任取らんから。うん。これね、原子力を動かさせないためのですね、あのマスコミの苦しい言い訳なんだよね。いずれにしてもですね、天然ガスが戦略物資となった今、もう一度日本のエネルギー安全保障を考え直すため、官民挙げたですね、真摯な取り組みが急務であることは間違いないというお話でございます。で、これを見たですね、日本人の方々、一体どんな感想を抱いているのかちょっと見ていこうか。はい、単純にですね、風力や太陽光発電を増やせば良いという意見が出ますが、家庭用の電気であれば、家庭用の電気ならですね、不安定で停電しても構いませんが、産業用の大電力は安定して供給しないといけません。もうおっしゃる通り、特に僕はメーカーのね、今工場なんかも見てますからね、これね、ほんとね、太陽光発の電気なんかね、使えませんからね、あんなもん。はい、特にね、精密機械を動かす意味ではですね、絶対に太陽光発の電気なんか使えないから、うん、あまり理解できないかと思いますが、重要な問題でございます。日本にはですね、現在止まっている柏崎原発があってですね、今後ですね、東通原発もできることから、天然ガスに依存しすぎなくてもですね、発言は可能でございますと。蓋を開ければですね、エネルギー事情に関して、先進国はですね、アメリカ以外地政学的なリスクを背負っており、特にドイツはですね、他国からの原発の電気に依存している形でもあります。そうなんですよ。ドイツね、フランスからね、フランスの原子力発電所からですね、電気もらってますからね。うん。で、フランスもですね、原発新設に舵を切りましたし、アメリカもですね、小型の原子力発電などの新設も動きも出てですね、結局元に戻る的な状態になりつつあるかなと思います。その通りですよね。はい、今後ですね、電気自動車が増えると、大電力が必要になりますので、発電所はですね、絶対に必要になりますと。となったらもう原発しかないんですよね。そしてね、日本もですね、安全性を追求した小型の原子力発電のですね、開発と安全性の高い立地のですね、あり方をですね、追求するべきではないでしょうかと。ロシア、中国、中東の化石燃料の埋蔵量や、産油量制限によるですね、価格高騰の懸念、またですね、ロシア、中国の覇権主義によるですね、供給不安や、価格高騰懸念が広がる中ですね、CO2 を抑制し安定した電力を供給していくには安全性の高い小型の原子力発電をですね、追求して安全な立地を追求していくしかないように思う。僕はね、ほんとその通りだと思います。それしかないと思うよ。とっとと動かないと遅れるよ、本当に。福島の失敗はですね、政府や東電の原発の知識や技術が未熟な状態で既得権益や子の利益を求め、立地の入念な調査も怠ってですね、見切り発車をしていくことで起きたですね、人災ではないでしょうかというお話ですね。はい、まだ行くよ。この世に住んでいて 100% 安全なんてありえない。それを求めることはないものねだりのざれ事だと思いますと。原子力はですね、半減期が何万年とかいうですね、人間の寿命とはかけ離れた期間の差である存在であり、人間が制御できるものでも本当の意味では扱えるものではないのかもしれない。しかしですね、化石燃料の使用で汚染や温暖化が進むというのであればですね、原子力以外に頼るものなどないのが現実ではないのかと。現実を受け入れずにですね、自然エネルギーだけでやっていけるはずもないと思うけどな。これはもう無理、絶対無理なんです。太陽光発電とか風力とか水力とか地熱とか、それだけでは絶対無理なんです。はい、廃炉するにもですね、技術と時間と費用がかかると。これまでの開発コツを考えればまだ減価償却していない気がしますと。東日本大震災の教訓を踏まえて、現実的に可能な限り防災対策をした上で原発の再稼働はありだと思うな。もうこれ、こういう意見がですね、相次いでます。原発を早く動かすと、じゃないと俺たちの電気代も大変なことになりますというお話でございます。はい、もう日本がですね、自分たちの力でですね、このね、原発再稼働にですね、舵を切れないのは非常に悲しいんだけれども、でもね、日本は何回も言うけど、日本はですね、外圧によって動く国、今のところはね、外圧によって動く国でございます。で、世界の情勢はですね、もう太陽光発電ダメ、風力のダメ、水力のダメと、そしてなんと天然ガスもですね、ただでさえ今高いのにさらに2倍になってしまうそうという状況でございます。となったらもう原発を早く動かさないと日本経済終わりますよということで、クマさんの動画終わりたいと思います。バイバイ。